最後のテーーマはターニンングポイントです、えー、まずターニングポイントをプロに入る前に、えー、まず一つ一つ目は、えー、私は中学3年生の時ですね、えー、野球チームに所属していてあんまり強くないチームで野球をやっていて、えー、夏の大会あっさり1回戦で負けて、えー、終わってる時に。 たたまたまその試合の、えー、次の試合に、えー、今お亡くなりになられましたけど、えー、野村さん野村克也さんが、えー、その試合を見ていていただいてどこからの高校も誘いがない私に、えー、この高校行って野球やらないかっていうお誘いを受けたんですけどそれがもしその試合が。 逆だったりとか、えー、その試合に野村さんがじゃなく違うチームだったりとかした時に、えー、今振り返るとすごいこうあ高校どこ行って野球やってたのかなっていうのも普通に勉強でその辺の公立高校で野球やってたんだろうなと思ってましたしましてこうねあいい選手だなと思ってもそこでね 翌日にに電話かかってきたんで家ので家方にそこまでの行動力がある方ではなかったら、えー、多分もう間違いなくこうその後の高校大学プロという道は、えー、なかったなというふうには思ってますんでまずそこのが第一のターニンングポイントですね、えー、高校まで楽しく野球をやって終わらせる野球をやってたんじゃないかなと思いますんで。 うん、負けたんですけどね、なんかいいものを感じてもらって、それを、ね、翌日、電話してきてもらって、ここの高校入らないかっていうとお誘いまでいただいたんでね、二、えー、つ返事で、えー、行きますと言ったんですけど、うん、それがなかったら、後の大学とかプロっていう道は間違いなくなかったのかなと、えー、これがまず1つ目ですね。えー まあ2つ目は <laughs> まあその時に1つ目にもなったのはその時に高校行ってあの私中学までピッチャーだったんですけど高校行ってから条件でもう内野手特にショートっていう条件でえ野村さんが言われたんでやっぱああいう人から言われれば <laughs> もうピッチャーっていうねえやりたかったですけどうん。 やらざるを得ないっていうかやめざるを得ないっていう状況になってしまったんで、まあ、すんなりとね、えー、内野手になろうと思ったんですけど、うん、どこでこう内野手の方がいいと思ったのかがよく分かんないんですけどこう未練もなくね高校行ってこうピッチャーが駄目で内野手になるっていうよりかはもう入った瞬間からショート1本でっていう気持ちになれたのでいらないねプライドだったりとかそういうのもなくて。 純粋に、ね、内野なんかやったことなかったんで、一からね、自分は下手なんだと思って、ずっと、うん、日々こう、ね、守備の練習に費やせたっていうのは、ね、非常に大きかったなと思いますけど、一番、プロ入って、1年目の時に、どこかの試合だったと思うんですけど、多分阪神戦の2軍の試合だったと思うんですけど、当時、ピッチャーこう、ね、ドラゴンズで、その当時ちょっと怪我してたんですけど、エースだった今中さん。 がこう2軍の登板に投げに来た時には一1軍の今,な今中今中だと思いながら守備ついてたんでちょっとこう緊張感もありながら誰かの打球が結構速い打球が飛んできたんですけどその時に正面に入りながら行っってちょっと止めたんですよね止めてボールがポトッと落ちてそれを拾い上げてファースト投げたんですけど。 ファーストが間に合わなくて、うわ、やばいなと思って一軍のピッチャーですからこうマウンド行って、す、すみませんでしたっていう一言を言ったら、まあ怪我するぞって言われたんですね、第一声に、その早い打球をこう正面に、だから最初深い意味はなかったと、ぼ、僕の中ではその時にはピンと来なかったんで、あれだったんですけど、後々こうのにこうね、その日試合終わって宿舎戻って考えているうちに、いや止めても しょうがなないんだなっていうところに気づいてそれからこうああいうね入るんじゃなくてアウトにしないとプロはいけないんだなっていう発想に変わってからはああいう打球をこうわざわざ止めに行くとかまあ条件によってはね状況によってはこうねツアウトランダー二塁とかうん後ろにそらしたら1点になるっていう状況以外は確実にこうアウトをね優先するっていう取り方っていうのをね日々やるようになったんで。 あの一言がなかったら必死にずっと止めてる守備をしててそんなにこうねツアーアウト三塁で止めても1点入るも入ってしまうんでアウトにする守備っていうのを心がけたのはその一言からですよね、うん、あともう一つは、えー、落合監督が1年目の時だったと思うんですけど2番をずっと打ってて開幕して1か月かそこらした時に。 かかなんんしてたんですけどね、えー、ノーアウトランナー、一塁でピッチャーもちょっと誰だか忘れたんですけど追い込まれてからなんかうんふとこう次、インコース来るんじゃないかなと思って点差もあったんで今までだったら追い込まれてる、ねえー、右方向を打ってなんとかこう、ね、ランナー進めたりとかっていうバッティングをしたりとかしてたんですけどもう点差も、ね、10点ぐらい開いてたのか分かんないですけどまあいいやと思ってこう引っ張ったんですよね。 うん、で引っ張ったのがいい当たりのサードゴロ5 − 4 3のダブルプレーかなんかになってあやっぱりだめだったかと思ってベンチに戻って、まあ、試合も大敗したんで,で次の日に、えー、スポーツ新聞で落合監督が今日の試合の収穫はあのダブルプレーだっていう記事を見たんですよね。その時に ダブルプレー打ってあれが収穫だってこう自分の中では全然ピンとも来ないしちょっとこうまあネタがなかったから言ったのかそれかなんか怒ってるのを気づけよっていう意味で記者にも言って僕に思わせるために言ったのかわからずこう球場に来てそしたら球場行ったら行ったでこういろんな人もねそのについてあれが何が収穫なんだよっていう話題にもなったんで。 いいいやかからないです分からななでですすっ,って当時こう聞きに行ってもあんまりこうねストレートに素直に答えてくれないんでもう自分はとりあえず必死に考えて答えを出して「あれはこういう意味ですか?」って持っていったらいや違うっていうふうに答えてくれたんですけどうんただ単に「あれはどういう意味ですか?」って聞きに行っても多分答えてくれない方だったので、まあ、とりあえずもう必死に考えて考えて。 でも合ってるか合ってないか分かんないしなんかうやうやでこうね試合でその日も試合やってたんですけどまた同じ状況になったらやってやろうかなっていうところで、うん、もう一回やってみたらそれがヒットになったんですよね。それでベンチに戻ってきた時にそうなんだよっつって相手はお前にこっち打つって追い特に追い込まれたらこっち打つって分かってるわけだし打たなさないようにしてくる,るのに。 お前が打打てば今度は打ちやすいボールも来るっていうことを教えてもらったんでねあれからは、うん「読み合いですよね俺はあっち打つよいや違います」っていうこうね相手を騙すような感じ、うん、だから引っ張る最初から引っ張るよって見せて実際引っ張らないとか、うん、向こうに打つと見せかけて引っ張るとかっていう,こう、ね、駆け引きが。 打席にできるようになってからは急に打てるようになったっていうかこれもチャンスでもそうだしランナーいた時の非常にこうねバッティングっていうのが楽しくなったんでそれがね一塁じゃなくて一三塁だったり二三塁だったりとかランナーがいる状況で回ってくるのが非常に楽しくなってきたんでそこからこうチャンスでもよく打てるようになったなというのではあの一言がなかったら。 ずっとこう一方通行で相手の思うつぼになってたところを逆にそのね引っ張ったおかげで相手が今度迷ってきたっていうのは打席の中でも感じてたんでこうどうするんだどうするんだって向こうも最初様子見てボールから入ったりとかして自分のカウントが有利もなったりとかもしたのであの一言っていうのは非常にね後のこうバッティングに大きな影響を与えてくれたかなと。 思うんででこの3つですよね中学時代とプロ入って1年目の守備とうん落合監督の1年目の時の,そのダブルプレー打った動画が収穫だっていう一言で、えー、すごいこう自分の中では生きた3つかなと思いますんでもので4回のあたりご視聴いただきありがとうございます。えー 私がずっとこうねこういう YouTube とか発信するのはほとんどが守備だと思いますんで守備以外バッティング走塁などもね、えー、受け持てたら、えー、いいなと思いますんで今後いろいろなテーマでね、えー、配信していきたいなと思います、えー、ぜひチャンネル登録をお願いします。 本日は私が着用した T シャツにサインしたものを4回配信終了後に視聴者の方にプレゼントいたします詳細は概要欄をご覧ください